はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ、では今回ですね、一応選択できるシナリオの中では最後の訓風編をやっていきたいと思います。ところは中国、これなんていうの、大師山という山に剣法使いの老人がいた。年老いた彼はその剣法を受け継ぐ若者を探し始める。3人の弟子を探し出し、体力、速度、力、それぞれの修行をつける。果たしてどの弟子が剣法の後継者と相なるか。なるほど、はい、なんかシナリオ自体は多分そんなにね長くないと思います。なんか物語の内容的になんか最後にやれみたいな風に書いてあったんだよね。楽に流される世の風潮、それによって途絶える命運を余儀なくされつつある剣法の流派があった。その剣法いや、なんていうの、新山剣、新山剣老師かな。山のごとく動じぬ精神、水のごとくたおやかなる心を詰めたす。だが清流も場合によっては岩をも砕く激流となる。肉体より精神に重きを置き、人としての強さを追求する剣法、それがこの剣法であった。これ変なさ名前つけたらさ、すげえ変な剣法になるのかな。老師っていうのはこの剣法のまあ極意を受け継いでる老師ってことだもんね。まあ、名前っていうよりはそう呼ばれている地位みたいな感じ。ああ、やはりダメか。もはや一刻の猶予もならん。この体が言うことを聞くうちに委ねねばならん。強い体と心を持った若者に我が剣法を。伝承、かくして老師は後継者の若者を探すため久方ぶりの下山を決意したのであった。ん？いけるな。とりあえず取れるものは取っておこう。クンフーの靴、キリンの靴、え、なんで靴ばっかあんの。下山はやっぱりいろいろちょっと準備してから行けよ。肉まん、いや肉まんこんな持ってても腐るぞ、早く食わんと。稽古着、稽古着、何も入っとらん。アンマン、よし、旅の支度はどうだ。鉄拳、
拳か。軽攻撃、靴。キリン、スパイスむちゃくちゃ上がるんだけど。これやばくね？え？もう老子に装備させていいのかな？頭は何にもない。ここもないな。で、こういうとこはなくて、なんか光ってんの？白爪草。大師山山頂へ。いや、下山するから下でしょ。草は回収しておいた方がいいのかな。大犬のふぐり。なんかすげえ普通に普通の草なんだけど。市場。三道道。敵はなんかどういう感じなんだ。ウォン、ユンファ、チクリン。目的地が3つあんな。全部行けってことか。ん、ちょっとわからん。とりあえずウォンの町に行ってみるか。話せる旅の方。老人に腹痛が流行ってる。意味がわからん。老人に腹痛って病気が流行ってる。スリもいる。ユンも様子がおかしい。ん、誰だこいつか。う腹痛には。え、何、どっちだ。白爪草2つあるから、これは使えんな。だってアンマンとかも関係なくね。え、ない、持ってない。どうすればいい。ここはまだ早いってことか。すまん、見捨てるしかない。腹痛用の薬をわしゃ持っとらんのじゃ。では先に竹林に行こう。野党をぶっ倒して薬を奪おう。そういうものかどうか知らないけど。主体操、これ普通になんか防御力上がりそう。虎とかと戦うの危険すぎるだろう。虎、ガチ虎なんだけど。え、すーげえ威力の高いやつがいいよな。チュー、反撃可能。麻痺か。これはこの反撃じゃん。とりあえず威力中のこの技を打っていくか。獅子の手引き裂き。無駄じゃよ。この素早さにはついてこれまい。いや、全然範囲が狭すぎるわ。蹴りで虎を倒す。ご苦労。これは戦闘する意味はあんまりなさそうかな。なんだ、雑草。素早い。回収できるのなら回収しとこう。トラとか倒す必要なくない。ちょっと待ちな。こんな寂しいところを武勇陣に歩くあんたが悪いんだぜ、じいさん。さあ、ありがね置いてきな。もんなしじゃ。もんなしじゃ。なに？すまんが、あいにくと持ち合わせておらんのじゃ。お主のようなやつにくれてやる金はな。くそ、じじいだって手加減しないぜ。長生きも今日までだ。長生きも今日までだってなかなか聞かないフレーズだな。レイ空母。遠距離、あんまり遠距離はないな。これくらいか。もう一個。ん、体勢、足。
これは殴る系だから大丈夫か。ジャケー無駄だよ。なんだって。まず2発くらいやれば麻痺はしない。ちょっと見てみるか。対刃物用山田のように素早く。ご苦労。もう老師は極めているからレベルが上がんないな。この私がこんな老いぼれじじいなんかに娘さんならばその老いぼれを大切にするもんじゃ。しかしなかなかの動きじゃった。野党などしているよりお主憲法をやってみぬか。ざけんじゃないよ。けどこのままじゃ私の気が収まらない。教えてもらおうじゃんか、その憲法とやら。ただし弟子になるためじゃないよ。あんたをコテンパンに叩きのめしてやるためさ。まったく息のいい娘さんじゃ。娘って言うな。私はレイ、レイクーゴって立派な名前があんだから。わかったわかった、そんなに怒るな。可愛い顔が台無しじゃぞ。まったく口の減らないジジイだね。さあとっとと行くよ。はい。弟子になった。ちょっと気の強い子は得意ではないのですよ。私は雑草主体草。レイちゃんちょっと虎に追っかけられてる。主体草大犬のふぐり。これをこっちにおびき寄せて虎よりも早く虎ごときに追いつかれるわしではない。でどういくの。立ち入るべからず。もうここまで来てペンペングさん主体層気づかれた。え、なんだこれ。ギハモンタ道場。なんだジジイ。ここはまだ全然関係なさそうだね。気づかれず、気づかれても虎には遅れは取らん。はっはっは。あ、でもレイちゃんは経験値レベル3か。あ、経験値あるな。ジンさんは経験値ないけど100か。虎でいくつ。ちょっと一回戦おう。別に強くないからね。どんだけ経験値もらえるか確認してる。どれだろうか。威力の高いやつ。この拳は獅子のごとく。さあ最後おいしいところのとどめ。あ、これ広いな。威力中。じゃあ経験。口ほどにもない。うん、まあちょいかな。虎を倒してもあんまり経験にならない。こいつらはもう強い。で左はじゃあ OK か。右に行ってみますか。ちょっと下はね分かんないんだよな。なんかアイテムを手に入れないといけなそうだけど、なんかこういうところ薬ありそうじゃん。ユンファ、ユンファに行けば薬を手に入れることができるかもしれん。ロゴス様ありがたや、ありがたや。すごい慕われている。いや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 、
そんなそんな、もらえませんよ。食い逃げだ。食い逃げどころさ、これさ超パクられそうじゃん、こんな普通に置いてあったら。意外に素早い。めちゃくちゃ殺しにかかってんな。被害が甚大だ。誰か手を貸してくれ。うちの店でごちそうするよ。ついに捕まえたぞ。さあ今までの代金耳揃えて払ってもらうね。不朽、お金ないち。なんだこいつ。だったら出るとこ出てもらうね。おお、ロス様、この男いつもうちで食い逃げするね。いつも来てんのになんで入れるんだよ。出禁にしろよせめて。ユンファ1のホイ判定も上がったりよ。ロス様、これは攻めてほしいよ。よかろう、お前ら。よかろう。ふしゅ、いや、やめてくれっち。サモハッカ。あ、これ当たんねや。シシ。食い逃げをするお前が悪い。ドラ。吹っ飛べ。あ。死んじゃうロース。かっ。げ。強い。やるじゃないか。サモンハッパ。動かんとこれが当たらない。この拳は獅子のごとく。ご苦労。不朽、じいさん強いち。ほほ、さすがロス様ね。お前、ロス様に感謝するよ。ことやったらチャーシューにするね。ははいやいや、あのさもうめちゃくちゃ荒れてんだけど。なぜ食い逃げなど。おら頭悪いから誰も雇ってくれないっち。けどおら体大きいっち、人よりたくさん腹減るっち。お主、それだけの体生かさねばもったいないぞ。え、おらこの体のせいでバカにされてきたっち。この体が役に立つんか。その体は立派な個性。それを生かすも殺すもお主次第じゃて。オラのこの体が個性。その体であそこまで動けるとは大した個性じゃ。あれは逃げるのに必死で。わしのところに来れば飯くらいいくらでも食わせてやろう。え、そんなに飯あんの。ただしちょっとばかり運動してもらうがな。飯もうまくなるぞ。うまい飯が食えるんなら何でもするっち。お主名はサモ、サモハッカだっち。早くうまい飯食わせてくれっち。あちょー。これで2人目か。いやいや、ここら辺のもの損害の方がひでえだろう。小籠包を体に、小籠包品切れ。お嬢ちゃん、お
ばあちゃん、これお持ちください。肉まん、ありがとうございます。いや、なんか薬門の町、ホイの小籠包めちゃくちゃうまいんだ。俺も食ってみたい。これお持ちください。アンマン、じゃあちょっと下の町に行って、多分下の町でじゃあそのまんま薬があってそれを渡せばいいのかな。3人目のもう一人の弟子が薬を持ってて、それをばあさんにあげるとか、奪い取ろう薬を。ここがゴール地点になってるけど、もうちょっと先へ進んでみよう。何にもないこっちとか、いや、いけねえわ。全員と話してみっか。とりあえずユン、あー腹痛のばあちゃんが多いな。主体操、あ、なるほど、主体操渡せばいいの。話は簡単だった。いっぱいあるよ。お、なんか変なの手に入れた。こっちにはいけない。で、このおばあちゃんにじゃああげればいいのか。ちょっと待って、このおばあちゃんもなんかくれるかもしれないな。そこら辺に生えている草で中華鍋とかもらえるんだったら美味しいもんよ。じいさんはどうなの。あ、じいさんもか。肉まん、まあまだあるからね。人数分はあるか。アンマンで最後、変なやつが来たな。ごめんなさい。やはり老子様ですな。助かりました。今のは孫のユンなんです。優しくていい子なんですが、最近様子が変なのです。両親もなく、私が一人で育てたせいでしょうかね。なんかパクられた。金とか別にないしね。まあ別にって感じだよな。これじゃ何装備してんの。そもそもヘビ、ナタだった、間違えた鉄拳、どんぶり、どうしよう、なんか装備とかちょっとまだわかんねえや。なんだジジイ、早く出せ。はい。くっ、しけてやがる。もっと金持ちから取ってきな。早く行けよ。いやだ。なに、今までお前たちが怖くて言いなりになってきた。でも、もうごめんだ。おばあちゃんが病で働けないからって他のお年寄りからお金を盗むなんて。謝るなら今のうちだぞ。謝るもんか。このままじゃ僕は一生臆病な負け犬だ。それがお前みたいな弱いやつの人生なんだよ。諦めて行ってこい。やだ、てめえ。こっから先は行かねえのが長生きの秘訣だぜ、ジージー。ん？どっちだこれ。失礼。失礼する。すごい。なんだじじ。でもじいさんそこまで顔広くないんだね。知らないことは。その少年よりも強いのか。当たり前じゃねえか。残念ながら弱いのは
お主たちの方じゃ。バカ言うな。この孫子王様がこんなチビより弱いわけねえだろ。肉体はな、だが強さとは肉体だけを指すのではない。この少年の方がお主たちよりも強いとわしは思うぞ。どこがだ。まだわからんか。心じゃよ。かっこいい。荒くれとか、荒くれって感じではないの。複数技がないからな。そこか。41か。泣け。麻痺しない。麻痺しないか。これどうなんだろう。あ、これでも、いや、じゃないか。複数か。複数だな、やっぱり。俺を怒らせたな。強烈パンチ。弱すぎる。反撃。ユウコのカイナをも止める技じゃ。まだやるか。まあ蹴りくらい食らってやろう。それさあ、最後は特にない。これでいいや。縛りつける。そこか。ご苦労。デカパン超いらねえんだけど。このジジイ。思い出した。このジジイ、あの憲法の老子だ。失礼しました。すごい老子。兄貴。立派じゃったぞ。そんな、あなたのお金を盗んだ僕を立派だなんて。あ、お金お返しします。ありがとう。これからもその心の強さ忘れずにな。待ってください。僕を弟子にしてもらえませんか。まあ弟子にはしてやるか。そうですよね。いや、そ違うんだ。両方ともダメなんだ。憲法なんて。すみませんでした。こいつだけちょっと特殊だな。で、戻ればいいのかな。いた。お願いです、老子様。僕を弟子にしてください。ダメじゃ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 。僕は諦めませんよ。これ最終的にはもうあれかな、どんどん家に行って結果弟子にしなきゃいけないっていう。お願いです。弟子に。わしの負けじゃ。わしの負けじゃ。負けんの早すぎだろ、老子。老子様。お主は明らかに勝ち目のない奴らに勇気を振り絞った。そんなお主ならば、わしのところに来なくても強くなれると思ってな。
強さとは、男であろうが女であろうが、体が小さかろうが大きかろうが、そんなことは問題ではない。強くあろうとする心、それこそが強さなのじゃ。はい。名前を聞いてなかったの？僕はユン、ユンジョウと言います。よろしくお願いします、お師匠様。あちゃん、弟子入りした。さて、これで弟子も3人か。汚いところじゃが、わしの道場で早速稽古をつけようかの。はい、というところで、では弟子が揃いましたので、今回はここで終了したいと思います。皆さんの力をちょっと見てみましょうが、ユンが一番弱いや。レベル1か。あのデブッチョが一番強いんだよ、もはや名前忘れた。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。